どうもこんにちは、アフィーです。私、街歩きを趣味としておりまして、知らない街を歩いてみたりするのが大好きな人間でございます。また不動産投資家でもありまして、初めて行った街をいろいろ動き回り、その様子を動画に収めてきております。その様子をね、まとめた動画の方をいろいろアップしていきたいと思います。今回は埼玉県は埼玉市緑区にございます、浦和美園というね地になります。浦和美園と言われてもね、それどこやねんって話なんですけど、まあ浦和にはね、南浦和だとか北浦和だとかいろいろ地名駅名がございますが、この浦和美園というのはね、少しね浦和からね外れた場所、東に外れた場所にございます。埼玉高速鉄道とかね、そのまま乗り入れてる南北線をご利用の方は浦和美園なんてねよく聞く名前かもしれませんが、なかなかもって謎の地であるため、今回私がね訪れてその様子をまとめてみたいと思います。はい、こちらがね浦和美園駅でございます。結構ね見た感じね殺風景なスカスカなね空き地も多い場所にあるように見えますが、いかがでしょうか。それもそのはず、なんとね2001年開業の新しい駅になりますので、まさに開発途中でこれからの街ということになります。じゃあね街歩き始めましょう。こちらがね浦和美園駅の東口のね方になります。こんな感じでね、結構でかい駅舎が建っておりますね。駅前のロータリーはこんな感じ。結構ね、まあ新しい駅ということもあってね、このようにしっかりね、ロータリーの方も整備されております。東横インも見えますね。こちら、セブンイレブンもあります。まあ駅前はね、でもあんまりお店とかはまだない感じかな。結局ね、ここ新しい駅なんですよね、まだまだ。駅舎がね、やけにね、こうドーンとでかいのがね、気になります。じゃあちょっとね、南の方から歩いていってみましょうね。ちょっとね、南の方に歩くとこのようにやたらでかい施設がありますが、こちらは一体何でしょう。それではね浦和美園駅の東口の方をスタートしていきます。しかし本当に駅舎でかいね。なんでこんなでかいんでしょう。中入ったけどそんなね入れる場所は大きい感じじゃないんですけどね、やたらでかい駅舎になっております。じゃあね南の方向にね向かって進んでいきますよ。こんな感じでね埼玉スタジアム2002がありますんで、近くに、まあ近くでもないんですけど、こんな感じでねレッズのタペストリー旗みたいなのがね風になびいております。駅前はこんな感じでね駐輪場とか駐車場がねごっそりありますね。その代わり建物はあんまり建っていない感じです。まだねここ自体が非常にね新しい街だということがね大きいんだと思います。ではねこうやって進んでいくと、あら自動販売機、こちらもなんかサッカー仕様になってますね。駅前はこんな感じです。まあ遠くの方にねでかいマンションとかあるんですけど、駅前は割と駐車場が多くてね、あと低層のアパートとかでスカスカですね。まだこれからの街です。じゃあね国道の下をくぐりまして、このような感じで進んでいくと、左手にやたらでかい、先ほど地図でも見ましたが、やたらでかい施設がある。こちらは何かと言いますと、イオン浦和美園店になります。こちらにね、イオンの巨大なショッピングモールがございまして、もう浦和美園のね、この周辺のお買い物はもう全部すべてね、ここに集約されている感じがあります。こちらはね、表方向から見たところです。いやー、でかいですね。もう当然ね、シネマとか医療機関とかね、それからスーパー、各種専門店、飲食店なんかがね入っていて、すべてここでねもう収まりがつくという感じになります。駐車場もね完備されてますから。それではねこのイオンの裏手の道をねこんな感じでずーっと南にね進んでいってみたいと思います。周りにはね住宅地が広がってるんですが、見ての通り結構スカスカでねまばらですよね。はい、じゃあこちらのねイオンの裏手の道をねどんどん進んでいきます。右手はねこちら埼玉高速鉄道のね線路になっております。一はねやっぱ新しい街ということでね、しっかり整備されて自転車専用通行帯もねありますし、こういう歩行者とね分かれてるんで、非常にね歩きやすい、走行しやすい道、街づくりとなっております。しかしイオンでかいね。進んでも進んでも全然橋が見えません。これはでかい。あ、やっとここでね端ですね。いやーすごいね、こうスロープがついてて上にもね駐車場があるのかな。すごいでかさです。もうここでね何でも手に入ってしまうという感じですね。じゃあイオンの端っこまで参りました。周りはねこんな住宅街なんですけど、見ての通りねこうやってね空き地もね目立つんですよ。スカスカなんですよね、割と歯抜けで。まあこれはね何度も言いますが新しい街なんでね、まだまだこれからです。はい、こちらこんなね綺麗な公園もございます。美園6丁目第2公園ですね。結構ね広めの公園がありまして、まあここのね他にもねそこら中にねやっぱ公園はありますね。新しい綺麗に整備された街なんでね、公園等もしっかり整備されてます。じゃあ今度ねイオンの下の方をこのように東に進んでね、大きな通りの方まで出てみたいと思います。この周りはね全部ね住宅街ですね。やっぱりマンションとか少なくて全部ね一戸建てですね。しかもね一個一個が広い、あんまねゴミゴミした街になっておりません。やっぱりね新しくね何もないとこから一からね整備した街ということで、非常にね綺麗な作りになっておりますね。それではね大通りの方に出てまいりました。こちらはね県道381号になります。はい、こんな感じ。マツダ、トヨタ、ホンダ、カーディーラーがたくさんございます。こちらにはねスシローに
洋服の青山、イエローハット、ハローストレージとね、おなじみのお店が並んでおります。そしたらね、この381号を南に向かって進んでまいります。ここはね、でかい通りですね。まあもうこの通り沿いにね、おなじみのこちらタイヤ館もございますね。おなじみのね、お店がもうこのロードサイドにずらーっと並んでる感じなんですけど、何ですかこれは。鉄道車両のね、先頭が切られて壁に突き刺さっております。そしてこちらにはね、電気機関車の先頭部なんかも置いてあります。こちらはね、星愛眼科というね、鉄道ファンの院長の方がね、このように鉄道車両を買い集めて展示している眼科になるそうです。すごいですね。踏切もあります。安くて広大なね、土地が買えるこの辺りならではの道楽ですね。この辺りはね、需要もね、きっと多いから非常に儲かるでしょうね。はい、そしたらね、ここのところずっと進んでいきますけど、わあ、こっちもスカスカだね。まだまだこれからの街ですからね。結構ね、そこら中がスカっていますね。かなり向こうの方にはね、家々が立ち並んでますけど、あれは多分もう埼玉市緑区ではないんじゃないかな。越谷市なのかな、隣の。わからないですけど。このようにコインランドリーも揃っております。向こうのね、やたら立派な建物は、みその南中学校ですね。この辺はやっぱね、スカスカですね。でも結構家もあるか、こんな大通りの割には。はい、焼肉キングに末広館といろいろありますお店。こちらね、さらにね、南に行くと東川口の方行くんですけどね、もうすぐ川口市になっちゃうんで、ここでね、一路東の方に進路を変えたいと思います。もうちょっと行ったらね、川口市に入っちゃうんで、こちらに向かいます。ここはね、まだね、埼玉市緑区ですよ。この向かいはどうなんだろう、もう川口市なのかな。いや、まだ埼玉市緑区かな。まあ境目のところですよね。で、こんな感じでずいずい東の方向に進んでいくと川にぶち当たります。はい、こちら綾瀬川になりますね。こちらはね、綾瀬川にかかる縄手橋っていうのかな、そういう橋になってます。はい、こちら綾瀬川ですよ。どうですか、右側はね、左岸側の方は結構家々がね、立ち並んでますけど、向かって左手、右岸側はスカスカですね。ここはまあ、これからね、開発が進むという感じなのではないでしょうか。実はね、このね、今ね、向かって右側ね、市街化調整区域に確かなってるはずなんですよ。で、左側はね、市街化区域のはずなんですが、なぜかスカスカというね、謎の逆転現象が起こっております。まあ、左はね、まだまだこれからの街なんでね、これから開発されていくんでしょう。こちら、下流方面ですね。下流方面は結構、宇佐岸両方、そこそこね、開発されてる感じありますね。こっち下流の方はどうだったかな、これもう川口市なんだったかな、ちょっと今手元じゃ分かんないですけど。じゃあね、さらにね、東の方にね、進んでいきますよ。さすがにこっち行くともうスカスカですね。だってこっちにもう市街化調整区域だもん。いやー、なんかもういよいよね、ローカルな雰囲気になってまいりましたね。あ、ワークマンなんかありますけど、ローソンに。うん、完全にもうこの辺、埼玉のね、割と田舎の方の景観という感じですね。とてもじゃないですけど、浦和を名乗るような地域の景観には見えません。じゃあちょっとね、これ以上行くともう越谷市行っちゃうんで、一路ね、北の方に今度は進路を取ってみたいと思います。こっち行くともね、もう越谷の方行っちゃうんで、こちらで北に切り返します。はい、じゃあこの道進んでいきましょう。うわ、すげえローカル。ローカルですね、この辺は。なんかね、畑の中にね、小規模な工場とかヤードとかがね、並んでるような景観になっていますけども、ほら、こんな田んぼがね、あって、すごいローカルですね、この辺は。これが浦和と名乗ってもいいんであろうか。まあ、この辺は浦和美園ではありませんけどね、ちょっともう離れてるんで、埼玉市緑区になります。こんな感じのね、水田の中に小規模な工場とか、こういったものが並んでるような地帯になります。それはそのはず。何しろ市街化調整区域ですから、ここは。開発できませんからね。わー、すごいね、広大な田んぼが並んでまして、その広大な田んぼの向こうに、今まさに開発されて、どんどん発展していってる、浦和美園の街並みが広がっております。遠くにね、あの駅前の東横インのね、ホテルの高い建物が見えてますけど、その右隣あたりにはね、結構大規模なマンション群も見えますね。あちらもね、浦和美園駅のね、東口のところにある大規模なマンション群です。ただね、この辺りはね、市街化調整区域ですので、スカスカですね。実にスカスカ。まあ、これはしょうがないですね。開発できない土地ですから。ただ、このね、奥に見える綾瀬川の向こう側、ね、右岸側は市街化区域になってますんで、完全なね、原野みたいになってますけど、おそらくこれから開発されていくものと思われます。本当にね、まだこの浦和美園というとね、町自体がね、とてつもなく新しい町なんですよ。何しろね、浦和美園駅が開業したのが2001年のこと、今からね、約20年ちょっと前ですよ。そして、例のね、でかいイオン、
浦和美園がね、開店したのが2006年ということですんで、まだ15年ちょいぐらいですよね。その他のね、周りのね、ロードサイドにいろいろ並んでたお店なんかもね、できたのはほとんど2010年以降ですよ。それもね、2016年以降にね、一気にできたという感じなんで、ほんとまだね、10年どころか、ここ5、6、7年ぐらいで一気にね発展してきた街なんで、こっちではほらこんな感じで農作業やってますよ。非常にねローカルな埼玉市の中でもね、もう外れの外れといったね、埼玉県内の中で見てもかなりもともとローカルだった地域に、あのような形でね埼玉高速鉄道が開業いたしまして、一気に新しい街が今まさに今この瞬間もね作られているといった感じになります。このようなね一面広がる水田とその奥のね新しい街並みっていうのは実に不思議な光景ではありますが、あとはねこんなヤードがあったり、もうこの辺なんて完全にもう農村じゃないですか。景観的にすごくのどかですよね。完全にこれ農村の景観ですよ。いやーすごいね。はい、それではねそろそろ大きい通りに出ますが、相変わらずこっちは農村でもね、農村かと思うとその奥にはね明らかに新しい家々が広がっていたり、謎の景観ですよね。なんかよくわからない不思議な街の作りをしていますがね。じゃあでかいね通り、こちら国道463号線のバイパスにぶち当たりました。でっかいバイパスですね。国道463号、越谷浦和バイパスになります。その名の通りね、浦和と越谷を結んでいます。広いですね。はい、じゃあこちらねさらに北進むと、もうこっちはねまだまさに今開発中という感じで何もないので、一路ね今度は西の方に行ってみたいと思いますね。はい、今度463号を西の方に向かって、ほら先ほどのイオンのねところに戻ります。まだねほらこっち見てもほら先でね急激にねもう街がなんか終わっちゃってる感じあるでしょ。まだね先が何も開発されてないんですよね。まさにまたこれからの街といった感じであります。じゃあね一路西に向かいます。バイパスなんでね結構車の通りは多いですね。はい、こちらね先ほど越えた綾瀬川をもう一度越え直して向こう側に戻ります。このね綾瀬川から西側のところが市街化区域になってますんでね、こっち側はね市街化調整区域なんですよ。の割にマンションあそこに当たってますけどね、 あっち側違うのかな。いやすごいですね、でかいマンション群がガーッと立ってます。この町ね一戸建て、結構ね立派な一戸建てが立っている感じで、あんまりねアパートとかそんな見ないんですけど、ここの駅前のところのねマンション群だけは圧巻ですね。すごい量のマンションが立っております。この辺になるとね右岸側も結構お家がね立ってね結構開発されてる感じはあります。まあここはね割と駅近のところですからね。じゃあ川から渡っていきましょう。このマンション群すごいですね、実に立派なマンション群が立っています。まあここはね駅近で駅徒歩10分1分以内ぐらいですからね。一番近い塔だと駅で多分徒歩5分ぐらいかな。いきなりステーキにマクドナルドもあります。やっぱりねこのでかい通り沿いにねロードサイド型のねよくあるお店、チェーンのね地方によくあるようなロードサイド沿いのねお店がもう何でも揃ってますね、ここは。そしてこのバカでかいイオンですから、もうねここで全部ね揃ってしまうんですよ本当に。まだ新しい街ということもあってね、あんまり個人店みたいな店ってねほんとびっくりするぐらい街にね見ないんですけど、飲食も含め。もうだってねここで全部揃っちゃうんですよ、このイオンで。駅前にこんなイオンがあるんですもん。はい、じゃあねさらにねこっから北の方に進んでね駅の方に向かいたいと思います。こちらねメルセデスのカーディーラー、そのね今背にしてるところにはねアウディのカーディーラーもございまして、先ほど国産車もいろいろありましたけど、まあもう一通り全部揃ってますね。じゃあねちょっとねスタート地点のね駅の東口に一度ねこの駅前通りを通ってね戻ってみますね。こんな感じ。はい、ここは東横インですね。いや道が広いね、これすごい広さですよ道が、この横幅が。ただ駅前はこのような感じで駐車場だらけですっかすか、ビル的なものは一つも建っておりません。この辺りもねまだこれからの街といった感じと思ったらね、なぜか駅前にこんなアパートが建っていたりしますけど、こちら浦和美園駅東口でございます。相変わらずでかいね。しかし2002年ワールドカップに対するこだわりがすごい。というのもねここ何しろねこの近くにね埼玉スタジアム2002があるわけですけど、それのためにこの駅作られたんですからね。本当はもうちょっとね後にできるはずだったんだけど、2002に間に合わせるために2001年に急ピッチで開業したのがこの埼玉高速鉄道であります。こちらの駅前のがね緑区役所の美園支所が入っている公共の建物、奥がねりそな銀行ですね。それではね駅前通りを奥の大通りの方まで戻ります。
はい、こちらね、先ほどからね、町のどこからも見える高い東横インになります。駅前のホテルは今のところここだけかな。まあこれからね、先できるのかもしれないですけど、はい、こんなね、タペストリーもサッカーの街であることを考えさせられます。結構ね、試合の日とかね、この裏味噌の使ってね、スタジアムまで行くお客さんで混むそうです。はい、こちらね、駅前のでかい交差点に戻ってまいりましたが、このマンション群ほんとすごいですね。でかいマンションがどん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 という感じでね、この奥までずらーっとあるんです。でもね、不思議とここだけなんですよね、このマンション群があるの。他はね、逆に原野が広がってたりと、非常にメリハリがあるというかね、スカスカというかね、変わった街の作りしてますね。まあ新しい街なんで。じゃあこっからね、一路北の方に進んでみたいと思います。ちょっとね、北の方にワンブロック行きますよ。あの山田電機のとこまでですね。はい、こんな感じ。やっぱり道がいいね、本当に新しい街っていうのは。はい、山田電機のとこまで参りました。まあ家電量販店もね、こういう風にやっても、本当に店はね、大手しかないって感じなんですけども、大手の店なら何でもあるっていう感じです。とにかくね、個人店的な店が本当にびっくりするぐらい街歩いててもございません。こちら駅前のマンション群もこの辺りまでですね。なぜかこのブロックに固まってるというね。この先にね、空き地とかこの通り大量にあるんで、こういうとこもね、今後開発されていくのかもしれません。さらにね、北の方に向かって埼玉スタジアム2002の方に行きたいと思います。この辺もね、空き地だらけでしょ。これからですよ、ほんと。これからここは開発されていくといったね、感じになるんですよ。でね、浦和美園からね、先にね、埼玉高速鉄道延伸の話がありまして、岩槻の方に抜けて、さらにね、蓮田の方までつながるっていう構想はあるんですけど、蓮田はね、ちょっと実現性がほぼないと思いますけど、岩槻の方まではね、今結構調査費をね、埼玉県だったかな、計上していて、結構これはね、まあ遠い将来かもしれませんけど、あり得るんですね。で、その場合、この浦和美園のね、次の駅が、この先のね、埼玉スタジアムの真横あたりにできるというね、そういう計画になっているそうです。あ、こちら、レクサスもありますね。で、そうすると、今まさに歩いてる、このちょっとね、先にスタジアムがあるんですけど、そのあたりに駅ができると、この辺の広大な空き地の価値が爆上がりで、この辺もマンションが先ほどのところのように、どんどんどんと建つ可能性が十分にあるということです。この辺、ほら、全部土地空いてますけど、これね、もし、延伸されて浦和美園の先延伸されて埼玉スタジアム駅、こちらができると、この辺りの原野は一気に一等地に変わるわけです。すごいですよね。多分もしね、延伸されたら本当にこの辺り一斉にね、開発されると思います。チラチラと左にね、埼玉スタジアムの方見えてまいりました。浦和レッズの本拠地埼玉スタジアムでございます。こちらね、ワールドカップ2002年のワールドカップを行うために作られたスタジアムでありまして、それに合わせてこの埼玉高速鉄道がね、急ピッチで作られて、浦和美園が予定より早く2001年に開業したということになります。でかいですね。この辺りもね、スカスカで空き地ですけど、このね、今ね、歩いてるちょうどね、左のところが貯水池みたいな感じにねなってるんですけど、ここですね。おそらくね、多分この辺に、まだ全然ね、具体的なルートとか全く決められてないんですけど、上空から見る限りでは、まあおそらくね、この辺に駅ができるんじゃないのかなというね、感じはいたします。スタジアムの前はこんな感じでね、洪水時に水を貯められるような調整池みたいな感じになっておりますけど、なんだここは、スポーツグラウンドみたいになってんのかな。この辺に駅がね、おそらくできるはずなんですよ、もしね、延伸が叶えばですけど。その先はね、ずっと田んぼですね。もうこの辺はね、全然もう家もあんまりなくて、開発が全然進んでないという感じなんでね、新駅ができてからでしょう、この辺が開発されるのは。ここも空き地。さあ、こちらがね、埼玉スタジアムでございます。でかいねー。このね、整備されていた道路の方も、ここでほら、車線が狭まって、もう間もなくね、現在の終点になります。この先ね、きっと街が延伸されてね、開発されていけば、このね、道路もズーンとね、先まで進むんでしょうけど、現在はもうここでね、終点となっております。この辺も空き地だらけですね。かと思うと正面に家があったりして、どういう開発なのかな？じゃあここでね、今度西に向かいますよ。ここでね、道路の方終わっちゃってますんで、こちらに向かいます。まあこの辺りもね、なんもないスカスカですよ。だって浦和美園駅からとてもじゃないですけどね、歩ける距離じゃないですからね。左にはね、でかい埼玉スタジアム。なんもないですね、この辺はもう。新駅がね、できれば変わるんでしょうけど、はい、こちら横から見た図です。
こちらはね、でかいね、台湾のね、こういうね、物流センターがございます。台湾のね、バカでかい物流センター、よくね、インターの近くに作られるやつがあります。そしてこちらにはバカでかいカインズがございます。まあこの辺りに、ね、歩ける距離じゃないんですけど、裏味噌の辺りはね、みんな車持ってますんで、車だったらピューンとね、あっという間に5分ぐらいで着きますから。あっちにはケーズ電機もございます。山田はね、もっと駅の近くにありますけど、ケーズはなんでこんな方に作ったんでしょう。まあカインズの小判ザメ商法かな、わかんないですけど、でもね、将来ね、こっちのスタジアムの方に駅ができれば、この辺りのね、周りも開発されるわけで、そういうのをね、見越してこちらの方にケーズ電機は作ったのかもしれません。こちら奥は東北道ですね。見ての通りひどいですね、全部田んぼ。ちなみにね、この前のところにね、高速道路走ってます、東北道走ってますけど、東北道からね、西の方左手は市街化調整区域になります。ケーズ電機もね、すごいバカでかいですね。さっきバカでかい山田もあったし、まあ車だったらね、浦和美園の方からもこの辺、まあ5分ぐらいでピューンと来れちゃうんでね、まあ本当にね、怖いものには困らない街ですよね。本当にね、何度も言うようですけど、個人店は本当びっくりするぐらいないんですけど、大型店、チェーン店はね、もうすごい何でも揃ってますからね。じゃあこのようにね、高速道路の脇を進んでいきます。こちらね、埼玉スタジアムに併設されている公園になります。結構ね、スタジアム単体でボーンとあるんじゃなくてね、周りがこのように公園にね、なっていて整備されてるんで、ちょっとね、この真ん中を歩いていきましょう。といってもね、この辺りのね、公園街には何もないから、まああえて公園の中を進むわけですけど、このように綺麗にね、公園が整備されております。駐車場もね、結構でかいのがね、整備されてます。ほら、いかがでしょうか。この周り全部ね、こういう風に公園で整備されてるんで、本当にね、住宅街の中にも公園がね、ちらほら点在しているし、新しくね、作られた街なんでね、こういう道路の広さであったりとか、公園の充実度であったりということでね、住環境はさすがに素晴らしいものがありますね。埼玉ね、もね、結構古くからの街だと、場所いいところでも結構ね、ごちゃごちゃしてて、道が狭かったりするような街多いんですけど、さすがにね、何もなかったところに一から作った街というとことだけあってね、非常に住環境は素晴らしいものがあります。こういう感じでね、スタジアムの周りが全部公園になってる感じですね。これね、延伸されて駅なんかもね、できたらね、非常にこの辺り使いやすくてね、いいところになりますね。この周りのね、何もないね、畑の地帯もね、地価がね、ドカーンと上がることでしょう、きっと。広いね、中。結構ね、中学生とか高校生の運動部なんかがね、この辺りでね、走り込みやってたりしてましたね。スタジアムはこんな感じ。これね、試合ある日はかなりね、混んでね、埼玉高速鉄道のね、浦和美園のあたりもね、結構ね、お客さんがね、わらわらいるらしいですね。はい、じゃあね、駅の方に戻りましょうか。こんな感じでスタジアム内を移動して、ちょっと進むとね、駅のね、先にね、このようなね、車両基地があるんですね。埼玉高速鉄道のこちらのあたりまで行ってみましょう。でかいスタジアムに別れを告げまーす。はい、じゃあね、こちらに向かいましょう。ここをね、駅からスタジアムへの最短ルートなんでね、試合の日なんかにはサポーターがこの辺りをね、わらわら駅の方からスタジアムへ向かうことになるみたいです。ここがね、車両基地のところになりますね。裏は美園駅があって、そっからね、北にね、ピュッとね、突き出た形で車両基地がございます。そのね、さらに北端ですね。ここはこの辺りもね、割と家はあるのかないのか、あるけどスカスカ歯抜けって感じですね。この辺りもね、全然駅から余裕で歩ける、いわゆるね、駅地下の立地ですんで、すごい一等地ではあるんですけど、ご覧の通りね、綺麗なね、新しい家がいっぱい建っているんですけど、ぎゅうぎゅうに建ってるって感じじゃなくてね、すごいまばらで歯抜けでね、建ってるって感じなんで、まさにもう今これからどんどんニョキニョキ家がね、できていくぞというところですね。はい、こちら車両基地になります。こちらね、まっすぐ行くとね、駅の方に着きます。奥にね、あの東横イン見えてますよね。こっからこの広い道をね、ずっと行くと駅の東口に着くわけです。そのね、ちょうど横がこのように車両基地ということになっております。ただね、まあ駅行くとね、三度東口の方に行くことになってしまいますんで、ちょっとね、こちらの方から西の方に向かいたいと思います。西にちょっと行って、それから南に行って、逆側のね、西口の方に向かいたいと思います。いや、しかし駅西の方はほんとスカスカですね。東以上にスカスカです。もうこんな感じでね、土地が大量に余ってますね。まあでもね、とはいえここだってね、駅からおそらく徒歩10分ぐらいかな、おそらくそのぐらいだと思いますけど、本来であればね、超一等地のはずなんですが、このように完全にね、土地がもうスッカスカになっちゃっております。ここは畑ではないのか、畑ではないのかな。でもまあこれから開発していこうというところでしょうね。この辺も造成してますね。まあ多分元々は畑かなんかだったんでしょうけど、今畑じゃなくてね、これからまさに住宅街を造成していくぞというね、雰囲気を感じますね。ここもね、あとおそらく5年10年すればね、
一面がね家で埋め尽くされることになるんでしょう。この幹なんてね明らかにもう造成されてる感じですからね。何しろ一等地ですから。この辺りだとどうだろう、ちょっと 10分よりはちょっとかかるかな駅から。でも15分はかかんないですからね。全然もう一戸建て用地としてはねありありのありですよ。ほらこの辺も全部なんか造成されてる感じありますよね。あの辺も明らかにもうこれからね家が建っていくぞという雰囲気をね感じます。道路がねまた本当に広いんですわ、新しい街だから。この辺もねもう土地がねもういくらでも無限に余ってるって感じでね、すごいですね。ここ全部家がおそらくねあと10年もすれば建つんでしょうから。でこんなねガラガラのね原野みたいなところですけど、ここら辺土地ね結構します。そこはね腐っても浦和というかね、実際全然浦和ではないんですけど、ここ一応浦和というね名前がついておりまして、綺麗な新しい街なんでね、結構ねもう先取りして地下の方バンバン現在でも上がっておりまして、まあ浦和価格とは言わないものの埼玉県の中でも結構こういいお値段がする方の地帯です。じゃあねこのような感じでね駅の西側のね交差点に参りましたが、ここで本日のご飯タイムです。このね交差点のすぐ裏手にあるねこちらのお店で今回はお食事にします。和食屋さんなんですけどね、ちょっとね普通の和食じゃなくてこんな映えメニューでね、豚天、豚のね天ぷらなんですけど、上にねこんなね刻み生姜が乗っていてね、完全にねもうこれビジュアルを意識したね映え系メニューになっております。今のね SNS 時代をまさに思い起こさせるこんなものを食べます。美味しかったですよ。サクサクしてて生姜がねすごい量なんですけどね、辛みがねなくてねすごく食べやすいですね。味噌汁とかもね和食屋だけあってうまいです。でねこんな感じでデザートにわらび餅がつくんですが、何気にトンテンよりこのわらび餅のがうまかった。これすっげーもちもちしてめちゃくちゃうまかったですね。これプルプルしててということでね、お腹も満たされたんで先ほどの交差点からね駅の西口の方に向かってみたいと思います。こちらのね交差点から駅の西口に行くんですけど、うわー駅前なのに本当にスカスカですね。あのね本当ね店がないのよね。こんなアパートが建ってるぐらいで、こちら側ね、あの東口の方はねセブンイレブン1軒ありましたけど、こちら側ね店どころかねコンビニ1軒ございません。冗談抜きで店というものがね1店もないです、こちら西口。いやーすごいですね。もうびっくりするぐらいね殺風景なね中にねバカでかい駅舎がドーンと建っててね、なんとも言えない光景ですけど、駅舎相変わらずバカでかいんですが、ロータリーもこの通り立派なものがね出来上がっておりますが、見ての通り本当に冗談抜きで駐車場ばっかりで、お店というものが、もう商店というものが一点もございません。完全にゼロです。お店の類のものが一つもございません。そしてバカでかい駅舎というね、なんか異様な光景になってますけどね。西口が開発されればこの辺にもお店が並ぶんでしょう。そしてね、埼玉高速鉄道の弱点がこのバカ高い運賃であります。初乗り210円。東京都内のね、便利なところまでね、つるっと出れるね、いい路線ではあるんですが、ちょっとね、運賃が高いのはたまに傷です。とはいえね、非常に便利なところにありますんで、これからのまさに街といった感じになります。県内でもね都内に出るに便利な立地なので、これからどんどん発展していくと思います。スカスカもね埋まるでしょう。はい、ということでね本日は新しい町浦和美園の方をご紹介いたしました。浦和とは言ってるものでね、いわゆる浦和からはかなり離れたところにあるんですが、非常にね都内に出るのに便利な路線沿いにあるということで、これからの発展が期待される町であります。本日の浦和美園歩きはこの辺にしたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。さようなら。